さあ今回はですねもう本当にこの方のライブそしてライブハウスが盛り上がっているんですけれども自己紹介お願いしますはいウィッキーズハウスのウィッキーとしですイエーイよろしくお願いします やっと来ていただきました。なかなかね、昼間はフライパン振ってたりとかね。<laughs> そうですね。時間がないんで。としさんって本名はなんていうんですか。はい、僕はおどともひこと言います。おどともひこさん。はい。でみんなにはとしさんとしさんという。そうですね。僕が一番最初元をたどれば、うん、そう呼べって言ったんですけど。とし <laughs> さん。はい。うん、あの僕鹿児島に来て23年になるんですけども、はい、一番多分古い。 あの僕の知人というか、そうですね、最初来られたんですよね、そうなんですよ、<ー>鹿児島どこが面白いですかって言ったら、まずウィッキーズハウスって言われて、行ったらもうライブは盛り上がる、うん、ご飯も美味しいで。覚えてますよあの、あの時のこと覚えてますしっかり、23年前ですか、もう <laughs> そうですね、<ら>もう何年されてます、ウィッキーズハウスは。あそこはですね、今、27年目ぐらいですかね、あの場所で。うんうん その前は何も、いや一ん最初は自分でやったのはウィッキーズクラブっていう、七味工事にある、2階にある店を31年ぐらい前に、1990年、もう2年になりますね、に始めて、その前はというと、ずっと天文館のディスコとか、そういうところで DJ やったりとかして、学生だったんですよね。 学生長いこと学生長いこと学生だといっぱいいっぱい鹿児島大学のいっぱいいっぱい勉強させてもらってそうなんですねそのにあにパブとかディスコの DJ でずっといてマハラジャとかああいうディスコもありましたありましたディスコがあったりしたんですね鹿児島にねそういうところで DJ をやってさすがに大学を卒業したらさすがになと。 何、うん、か起業するか僕はあの教育学部だったんで、はい、学校の先生になるか、はいあのー、お店を出すかでも大学約8年行って、うん、一番学んだのは天文館のことだったって。<laughs> <laughs> <laughs> これはあの教師になるよりはお見せする方が自信があるなと思って、まあ、最初はです、ね、お金もなかったんですけど、ええ、当時は景気良かったからいろいろ高かったんですよね金利とか,なんかいろいろ何もかもなん<ー>とかこうお金を集めて、はい、もし失敗したらあの、まあ、船にでも何でも乗るからとっていうもうバーンと勢いで始めたんですけど、まあ、最初はやっぱ大変でしたねそこは。 最初はバーですかバーですね、ウィッキーズクラブですから、普通のバー。もともとでも DJ だったんで、行かれたことある人は,は分かると思うんですけど、13粒ぐらいしかない、ちっちゃな店なんですよ。えー、だけど僕の考えてたのは、やっぱりそこで踊らすことしか考えられないんですね、クラブみたいな感じで。<ー>だからウィッキーズクラブっていう名前なんですけど、踊らすことしか考えてなくて、ディターンテーブル置いて、DJ しながら。うん あの狭い中でやってるうちにあれなんか違うぞとこれ <laughs> <laughs> なんか違うだってそれから急にこう方向こう転換し始める洋風居酒屋みたいな感じで,みたいな感じではいそっからカクテル勉強するわけですよカクテルをはい当時の方お客様には本当申し訳ないんですけども大した冷蔵庫 ありますよねバーのカバーカンタンのとこにはい、はい、あの中にカクテルブックが入ってて <laughs> もう全然わかんないんで注文いただいた <laughs> はい少し待ってください」って <laughs> 材料を探すふりをしてですね <laughs> カン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 で瓶の音をこカンカンカンさせながらページめくってるって <laughs> 冷蔵庫の中でレシピ見てるっていう <laughs> そうだったんですねそことから始まりましたね<ー><ー>でなぜそのライブハウスにって映っていくんですかあ音楽は そそもそもずっとやってて、うんうん、僕はあの中学校の頃に一番最初フォークギターを持って、ええ、女の子に持てたくてね始めるんですよねギ、はい、ターを、ええ、まあ当時振り返ると気持ち悪い奴らですよね <laughs> <で> <laughs> あの放課後昼休みとかにみんな外で校庭でバーってサッカーしたりとか、ええ、遊んでる時に、ええ、教室の後ろの方でギター持って23、ええはい、<laughs> 人。<laughs> <laughs> もういかにも女にモテないようなやつが、女にモテたい一心であのギターを一生懸命練習してるっていうは、今考えると本当に不気味ですね。何の曲練習したんですかかぐや姫ですね、当時<ー><ー>。ああ。胃の栄養水の心模様っていう曲から入って、タン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 って、あれから始まって、あと、かぐや姫っていうのをいかせ川とか。いや、そうですよ。スリーフィンガーを覚えようとかして。<laughs> これができるれば、はい、女の子にモテるって、<laughs> <laughs> はい、<laughs> やってましたね。だからあの頃が一番頑張ってたんで、はい、今もギター弾いてますけど、多分中学校の3年ぐらいが僕、ギターリストとしてはピークですね。中学校3年生が、はい。あの頃が一番多分上手かったと思います、ギターが。<laughs> <laughs> <laughs> でもライブハウスにしていくわけですから、自分でそういうライブパフォーマンスしなきゃいけないと。はい、そうですねでまず、あのー ビッグ・ーズ・クラブってお店をする、あその前の段階で、一番最初に、はいあの、天文館にバイトしに来たとき、18歳か、大学1年の時に、ええええ、アメリカに行きたくて、<う>とっても、はい、そのアメリカに行くお金を貯めるために、あの行くわけですよ。なんでアメリカ行きたかったんですかいやあの実は、高校の後半の頃にあに、アメリカ人の方とお付き合いしてたことがちょっとっ、はい。おー ALT という先生がいらっしゃるじゃないですかちょっとひょんなことでお付き合いすることになりその方は仕事終わると帰るんで僕も会いに行くよということでそれまでストアでレジ打ちのバイトしてたんですけどとてもじゃないけどアメリカ行きのお金には追いつかないんでじゃあパブかどっかで働こうっつって天文館に。 行くわけですねあそういうい目的があったんですか、はいそ,はい、そこでカラオケとかもやっぱあって生バンドもやってるような店でそこでサザンの歌を僕は歌い始めるわけですよ。はあ、いね。それはもうただ歌うだけという。カラオケとかですけどうん、うん、でもまあショーとして、まあ、ちょっとサザンのお,お,<ー>お客さんの前で歌って歌うみたいな、えーはい、そんな感じでサザンの歌を歌い出して。はい ただですね、まあ、未だにこのずっと続サザンを、あこだわって続けてる、その、本当これもね、ええ、う不死だらな理由なんですけどね。<laughs> 不死だらというか、なんとかですね。<laughs> あの、たまたまそのお店は、あの、タレントもらったお店で、はあ、当時、あの、鹿児島に来られた芸能人の方が、あ打ち上げをしたりとか、はあ、よくあるお店だったんですね。ええ。そこで、当時まだ16歳だったと思うんですけど、うん。きょんきょんが。ほう、はあ、きょんきょんご一行様が。はあ あの昔の,あのバックダンサーの子たちも連れて30人ぐらいでバっと貸し切りでわすごいあパーティーがあったんですへえ<ー>そこであの僕あの店長だったもんですから、はい、店長も何か歌ってって言われて、はい、きょんきょんにきょんきょんにね、はい、じゃあサザンは<ー>って言って歌ったらは<ー>きょんきょんからアンコールをいただきまして それやるでしょ、またこれはあのいけん、いけんな、これみたいな、うんうん、だからキョンキョンがいて、今があるみたいな<あ>い<や>キョンキョンで自信がついたと自信がつきましたね、はい、は<ー>あまりにも仲良く喋っていただいて、うん、あのおかげでサインもらうのも忘れるぐらいちょっと <laughs> <laughs> その夜は仲良くなったんですけど<ー>、はいまあ、本人は覚えてらっしゃるかどうか分からないですけど、ね、もう今になってはねで、それがウィッキーズハウスの、はい。 もうということをそこからずっと僕サザンをライフワークのようにして歌い始めるわけですはあ<ぁ>だから18からですから今で<ぁ>あのもう41年目になりますねっていうかサザンも現役でこれだけ頑張っていったら嬉しいでしょさんも嬉しいです、ねはい、もうなんかもう亡くなってるあの、ね、夏メロを歌ってるのとは違いますから現役ですそうですけ、はい、ね解散もしないし ね、ね<ー>最初の出会いがすごい衝撃的でしたね、やっぱサザンとの、それは中学校の時ですね、<ー> MBC ラジオで、シンドバッドが、はい、勝手にシンドバッドが流れてきて、なんじゃこりゃと、<ー> <laughs> <laughs> 当時ないじゃないですか、あんなの。ね、でもいまだに新鮮ですよね。ああびっくりして 僕、初めてです、あのそのラジオで曲聴いた直後に、走って、近所の学習館というレコード屋に走ってレコード会に行ったんですよ。ええ、そういう衝動に駆られたの初めてで、当時、レコードですもんね、はあ。シングル版をね、買ったんです<ー>それで、家に帰って聞くわけですよ。はい。たら、B 面ね、今だったらカップリングだけど、当時 A 面、B 面ですから。はいはいええ B 面に当たってくだけろって曲が入ってて、<ー>これがハマったんですよ、僕。ドバットで引っかかったけど、はあ、B 面の当たってくだけろという曲でハマったんですよ。これ、はあ、振られるパぱなしの男の歌なんですけど、はい、そうだったんで<え>。<laughs> <laughs> そうだったんですかそうだったんで。次行ってみようみたいな。もう言いたいんか。バンドは組んでなかったんですかバンドやってましたよ。 ビートルズのバンド写真ってビートルズ。はい。それで、はい、あのみんな十字ーってね、今まあそうやりますけど、ええ、前アーケードの中に今のアーケードの中に十字ーがあったときに、あのジューの2階にですねスタジオがあるんですよ。はい。で、その放課後のあのその気持ち悪い <laughs>。 教室の後ろでギターを弾いている気持ち悪い連中でバンド作ろうって話になって。で、みんなじゃあ十字屋の2階のスタジオに集合ねってなって、みんなで行くわけですけど、みんなフォークギター持ってきたんですよ。<laughs> <laughs> バンドに。そうですね。はい。そして、じゃあとりあえず他の楽器ないけど、ドラムが置いてあって、スタジオの中に。この4人で交代でドラムを叩いて、 一番ドラムっぽいやつがドラムねみたいな。<laughs> そなって <laughs>、たまたま僕、それ一番ドラムっぽかったんでしょうね。ああ、ドラムだお前がドラムだよってなって、えー、俺か、みたいな。はあ、そしたらそのタイミングで、またうちのおふくろの弟、おじさんですね、うん、がドラムセット持ってて、はあうん、それをじゃああげるよってなって、う<ー>で我が家にドラムセットがその流れで来て、う<ー>だからそこからドラムですよ。 へートシさんドラムなんだ、はい、そっからドラムだから、はい、あの最初ボスってバンドを作った時もドラムからなんですよへえ<ー>、はい、よっちゃんっていうギターとー、はいはい、あれがベース弾きながら歌って僕はドラムで3人で3ピースで,でみんな歌うってバンドだったんですボス最初あそうですかそっから始まりなんですよプロ目指したんですかそうそっからどんどん大きくなっていって、はい、今もうプロで活躍しているキーボードの種だとか種<ー>だもう,うちのメンバーです そんなメンバーでこう固まってきて<ー>なんか当時 NHK さんがすごくバックアップしてくれて b s ヤングバトルっていう、まあ、映像があると思うんですけど b s ヤングバトルっていうそれにあのゲストで出るわけですよ僕はゲストで、はい、おあのエントリーさせてもらえないんですよ<ー>結局ボスさんが出るともう,もう優勝決まるから決まるか,決まるからゲストでお願いしますそれぐらいレベルの高いバンだったんださん の,の番組でも、うん、あのイカ天は全国規模ですね、えー、のに対抗して那須天って番組やるんですけど、はい、あったんですよ企画ものが、えー、鹿児島のアマチュアバンド集めてコンテストに、はい、それでもエントリーしたらいやボスさんはすみませんゲストではないでますってなってだから僕ら当時は多分ボスの頃はプロになれるって思ってましたねじゃあもうばっちり営業もできましたねあっちこっちでね、はい、だからプロになるつもりでやってましたね でドラムからいろいろメンバー編成があって僕はコーラスもしなきゃいけなかったんで、うん、あのパーカッションのになってー、えー、パーカッションポコポコ、まあ、パーカッションも一生懸命学びましたけど勉強してで、えー、ボスのバンドはこう大所帯になって、うんはい、さあデビューかっていう頃にやっぱり長すぎた春でねななかなかデビューまではいかなかった,、うん、かなかったですね。 でウィッキーズハウスに、はい、まあまあ、まあ、そのじ時系列はそのお店との音楽とはちょっとこうなってますけど、はい、僕はボスやってる時は27とかぐらいまでなんで、はい、ちょうどウィッキーズクラブを26でオープンしてるんであ<ー>、はい、そこにかぶってるわけですねかぶってる頃もやっててそこからまた久々にだからずっとドラムや パーカッションやってて、うん、バンドでは、うん、でギターななんんかか持ってなかってたんですははでそこからまたちょっとギターを持ってウィッキーズクラブのお店自分のお店で歌を歌おうかなってなってサザン弾き語りでずっとまた歌い始めるわけですねははそれで、えー、ずっとそのウィッキーズクラブは、まあ、マスターはサザンの弾き語りをするよっていう、うんうん、感じでやってきて そのうちの、まあ、いろんな巡り合わせでイタリアンのシェフとかいろんな人がうちで働いてくれるなってなぜかそれでそのお勧めで視点出しましょうとなんかイタリア料理かなんかそういうの食べられる、ええ、もうちょっと広い店で、はい、っていう話から今のウィッキーズハウスの原型の店をオープンするわけですよはあ<ー> <laughs> そこでもなんかイタリア料理は出すのにどっか8時とかぐらいの時間になると僕がギター持って出てきて <laughs> <laughs> 歌うわけですよ。でそこが始まりですね、うんねなんかそういう感じで、そう今の原型ができるというか、お、うん、店の中で時間決めて歌う、歌うっていう原型ができる、はあ。で、途中でリニューアルされますよね。あ,あはい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 。あれは、ね、まあお隣のお店がですね、あの一回だから、最初にやったウィッキーズハウスから移転するわけです、今の場所に。ええ、最初のところで3年ぐらいやって、今の場所に変わって、うん でやってたらそのお隣のお店のマスターがちょっと体調崩されて店を閉めるっていう話で、はいうん、しばらくあの店がな,なかったんで横がね。ええ、でずっとその壁を間を横の店とうちの店の間の壁を見ながらああここがな,なくなって向こうまでこうなったら。 あそこにステージができてこうっていろいろこう壁を見ながらですね、はあ、店が広がるイメージをこうしてたわけですよあ<ー>、うん、そしたらそれがちょっと現実の話になってきて「はあ、どうですかと?」と壁を壊して「ええ、ワンフロアでやりませんか?」ってなってちょうど今から6年ぐらい前かなですよはい、あ、にあのベルリンの壁がバーンそう。そう、はあ、でまた広いステージになって、はあ、いい感じになりましたよねなかなかねああいう あの状態を常設してる店ってなかなかないですよそれでもプロのアーティストもぜひライブをさせてくれっていうことでそうですねいっぱいもうポッキーさんの紹介もあって磯貝れサイモンとかもねはいもう気に入ってもらってすごい気に入ってくれてますよ本当におかげさまで彼ももうゆずのバンマンやったりとかそうです才能あふれる方ですからねだってあのサイモン君を紹介していただいてそっからだって寺岡芳人さんにつながっていくわけですからそうだそうだ 吉さんもうちでやったんですよ。もうね、いまだ、いだにすごい人気の。プロデューサーですよ。そうですよね。まあ、でも、そういう環境って言ってました。はい。はい。本当に。あ、本当ですか。うん、嬉しいです。で、やってる方も、本当にこう、伸び伸び、楽しくアットホームな感じられるから。うんはい、すごい楽しいって言ってました。あ,あ、よかったですね。それ、嬉しいです。ねえ。で、そんなとしさんの、このウィッキーオールスターズという。はい、これまた。また 盛り上がってますね。盛り上がってますねうかもう今ここからのライフワークだなと思ってますねちょっと。いやいやいや。これは僕のですねやっぱりプロを目指してやるってことはやっぱりプロになったら例えば CD を売るとかツアーでなんとかとかまあと商売をしなきゃいけないんですよ思いっきり。大変ですよ結構これっていうのは。で誰でもできることではないしでも音楽っていろんなやっぱり形があってバンド自体も僕ら のバンドもそうですけどバンド自体も例えばそうやってテレビとかで出て、うん、で,でっかい、ね、スタジアムとかでやって本物はこんなちっぽけちっちゃくしか見えないけどなんか、ね、そういうやり方もあれば目の前のお客様を涙させることもできるでやっぱり中央に行ってプロにならないんであればじゃあ地元にいるんだったらじゃあ地元の目の前の方々を楽しませる、はい、それがまあ今僕のこれからやっていく音楽だなっていうのは。うん 思ってそれをだから今のお店ずっとやり続けながらいろんなアーティストもの応援ももちろんさせてもらうし、はい、とにかくいいその音楽で生でその空間をお客様に楽しんでもらうっていうことをやりたかったんでだから一 i オールスターズもどっちかというとあのサザンのコピバンっていうんじゃなくて、まあ、サザンのトリビュートバンドなんですけどあの僕らのやれる僕らのメンバーで出せる一番いい音。うんうんうん で音楽として皆さんの知っているサザンの曲を音楽を楽しむという形で伝えたいっていうだから似てるねとか面白いねとかじゃなくて何かそれができないから、うん、だからあの原曲とはちょっとアレンジ変えたりとかハートが変わったりするとこもあるけども、はい、客観的にこう聞いててあこれじゃちょっとうんちょっと違うと楽しくないと、うんうん、だからこっちの方が気持ちいいねこうした方がお客さん多分喜ぶだろうねっていうことを考えながら。 曲を作っていくんでうんだからそれがちゃんとこの答えがそれってすぐ分かるじゃないですかお客さんの反応で、えー、だからそれがこうパーンってこう来た時にはすごい嬉しいですねねえ<ー>、うん、やっぱりだから楽しんでみんなが笑顔でいるのがすごく今メンバー何人編成でやってるんですか今9人編成です9人編成、はい、えっとコーラスコーラスが2人います、ね、はい キーボード、ギター、でパーカッション、コン、えーえーえー、セクション入ってないんですかあ、はい、そうそう、サックス、はあ、で僕です。はあ、サックスも。はい、そうです、ね、したらもうボーカルに徹するという。僕はほとんどボーカルです。ボーカルがたまにアコギを引っ張り出して、ジャガジャガいるけども、うん、やっぱりあのバランスですね、あとは気持ちいい、はあ、先日も 霧島でしたっけ霧島はいめっちゃ盛り上がっていやー僕もどうなるか怖がるもう本当ピンから霧までの想定を頭の中でしてるわけですよ、うん、常に、えーえー、だから、えー、あの出た,たこ勝負なんでライブってどうしてもやることだけはやってそれ以上現場でうまくなることはないんで練習で <laughs> とにかく、うんそのてね、出,す出せるものは練習で一生懸命やって。うん 実際行ったらあとお客様が楽しむのが僕らが演奏を聴かせるっていうんじゃなくてお客様を盛り上げるのが僕らの目的なんで、はい、もういろんなこと僕はフロントマンとして考えていくわけですね。は<ー>例えばこういうセットリストでいくよ1部,部と2部と分けてこうやって1部何曲、うん、2二部何曲これでやるよ、うん、でもお客さんの様子を見てあっ これはここ続けてやったらまずいなとかなったらいつでも買えるしセットリスト下手すればもう一部もう2曲はしょりましょうということだとやるしだからもうすごいピリピリしてるんですね実はお客さんの反応常に見ながらもうお客さんファーストでされてるそう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 うそじゃないと意味がないと思ってるんで僕はそれをあるテレビ番組で見てた時に気づいたんです気づいたって教えてもらって これは衝撃的だったんですけど通勤時間の駅前で世界的なバイオリニストがバイオリン弾くっていうのがあったんですよもうすごい音なんですよ何億円のなんとかチョロとかわかんないけどそのバイオリンでそうそう奥単位のバイオリンで世界の指折りのバイオリニストが弾くんですけどみんな忙しいから誰一人立ち止まらないわけですね もちろん素通りなんですよも、ちゃん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 、もうすんごいやってるのに。はい、で、結局、そこで何言いたかったかって言ったら、はい、音楽は受け取る側のものもだとというここを僕もそでで気づくわけですよねだから、<ー>例えば僕なんかリクエストをもらって歌ったりするんですけど、はい、そのリクエストした方でさえ、うん、このお友達とのお話で、これが佳境に入ってると。うん いいらないわけですよその曲はもう BG なってんですね BG だしむ,むしろ邪魔なんですよ。<ー>この話の方が大事だから今は,はい、はい、だからその TPO に応じて音楽っていうのは受け取る側のものなんであのだからライブで例えばファンの方々がチケット買ってばって行く場合は成り立つわけですよだって受け取りたくて行くからはい、はい、そうですよねだからもう全てを受け取りたくてチケット買って行くんで、うん こっちらはうわーってやってもやりたいことをやってもお客様は受け止めてくれるだってそのつもりでいるから。そうですね、うん。だけどそうでない場合もいっぱいあるわけですよ。今は違うよと、うん、もういいもういいよと例えば、うん、もう中いっぱいだよと。はあ<ー>。そういうのをやっぱフロントマンは常にお客様の状況を見ながらだからできればもっと欲しいもっと欲しいっていう状況を作っ 続けけなきゃいはあだからずっと話し込んでた人たちがやっぱこっちに集中するようなそうです欲しいって思わせることが大事なるほどそういう空気づくりってのですねだからまず僕はうちのお店に若い子たちレギュラーで入れたりしたこともあるんですけど結局武者修行というか勉強のために彼らに最初に言うのはまあミュージシャンでも何でもまずは人だからと人として まず好かれなさいというかだから必ず「今日は歌してもらいますよろしくお願いします」って言ってこうテーブル回らせたりとかまず人として受け入れてもらうことが大事だと挨拶とそういうの基本的な部分がすごい大事だよとうんで聞いてもらったら「ありがとうございました」で聞いていただくんだからと聞かせてやるんじゃねえぞとうんいうのをいつも言ってましたよね。 うん、だからどんだけ応援してもらえるかっていうことだと思うんでだからウィッキーズハウスを愛されるんですよ、ね、いやいやどうなんですかね、えー、でも、まあまあ、僕がそれそう気づいてしまったんであ一生懸命歌っても全然聴いてくれない時あったりとかして<ー>やっぱりリクエストしたじゃん,んあなたがなんでってこう、ね、なるじゃないですか、はい、リクエストに答えて歌ってるのにうんでもその番組見てあ そうかと世界的なバイオリニストの音にも聴いてもらえないんだって<ー>必要ない時はうわー、はい、ということで、うん、もうトシさんはそういう姿勢で音楽されてますからねいやもうそれはですね目から鱗でした、うん、でもい,<や>いいものをやれば大丈夫だと思ってただ、うんうん、でもいらない時は雑音です、うん、音楽でまた パートナーがほらパパーーーーートトナナががでですすね <laughs> またミュージシャンじゃないですかもう <laughs> 最初あの子を泣かすとこから始まったんですけどね僕は。えーあ。あの子は結構当時は出会った頃っていうのはですねそこそこ、うんまあ、売れっ子のパッーカーショニストはいはい。いろんなバンドでステージ上がって一緒にゲスト的にニコ,ニコニコ笑いながらやってるわけですよ。はいはいはい うん、だけど見ててどんだけのもんかなとて僕もパーカッションだから、はい、で見てたらまあ適当にこなしてるんですね。こなしてんなと思って、えー、うんちょっとさちょっとでまあ仲良くなったんで,、えーでうん、ちょっと後でお店に来てってって、えー、お店に呼んで,、えーうん、でどういう感じで、まあ、この今の今日のバンドの場合例えばどういう感じで。 演奏して,してたのとか、えー、で結局何が言いたいかというとパーカッションというのはやっぱりすぐ乗っかれるじゃないですかポコポコやればだから僕でもやれたんですよ彼女がやったこと<ー>同じこと今今変わってって言われたら今変わって、えー、今同じことを僕もやれるんですよ、えー、でもそれじゃダメなんですよね、うん、それバレるんですよ、うんうん、そんなんじゃなくてどの どのぐらい一生懸命その一曲一曲に向き合ったかっていうところがやっぱり分かるしは分かるんで、はあうん、だから僕は前もこれも僕すごくあの思ってることがあって素人さんの耳っていうのは目もそうですけどあの余計な情報がないんでこのプレーをするためにどんだけ頑張ったとかそんなの知らないんですよ。 ただ出てくる音が気持ちいいのかうん、うん、ただ歌ってる歌が気持ちいいのかそれだけだからうん、うん、そうですねはあ,のあの演奏するのすごい大変なんだよっていうのを知ってるのはミュージシャンの方だけなんですよあ確かにだからミュージシャンは甘いんですよあ<ー>厳しいことを言う人もいるけどたまには、えー、だけど基本どんだけ頑張ってやってるのが分かってるからうん、うん、ああでもあんだけもうあれだけやれば十分じゃないとうん、うん、でも素人さん十分じゃないちゃんとやんないと <laughs> <laughs> だから 僕はできる人が手抜いてやってる演奏が一番嫌いなんですよ。ですよね。これが嫌いで。もうきしまでそれをパートナーに言って。です。でパートナー目覚めていくわけですね。泣かせせる自分がだからそれ悩んでたんですよ。結局お願いされるからそれは嫌だって言いませんよ先輩方の皆さん。いいですよいいですよ。やっぱ女の子がパーカッションで入ると鼻があるし。 嫌ってするから、はい、ステージがで本人はよかれって思って上がってたけどやっぱり本人も悩んでて、うん、いつもどうしていいか分かんないみたいなそこでまあこれからはその乗るんであれば、うん、ちゃんとギタリストは行動があって構成があってソロがあって、うん、全部練習して一生懸命やってるそれに対してポッて乗っただけでポコ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 っていうのはこんなバランス合わないことなくて。は<ー>、うん だからちゃんと考えなさいと、うん、この一曲にあなたはどういう音を当てるんだっていうこと<ー>うでも彼女がそれだけ、うん、もう本当真剣に向き合ってトシさんがくれたからはい、はい、それが恋愛になってしまったんっですね。そうでしばらくはだから僕の近くで修業しろと。で店に、まあ、スタッフじゃない頃からお客さんで来ても、えーうん、僕が歌う時に横で。 太鼓叩かせたりしてたはあうん、でご結婚されてそ,うです、ね、そっからなぜかねでウィッキーズハウスで今一緒にということなんですよねはいどなたかはウィッキーズハウスに行くと分かります、ね、はいそういうことです <laughs> 本当にうわトシさんこれからのじゃあ夢とか目標とかありますか、えー、これからですね、うん、そうまずはそのバンド自体はまあずっとライフワークで続けていきたいなというのは思うんですけど、はい そうですね、なんだからそれ言われるとですねいつも毎日毎日目の前のこと一生懸命例えばオムライス作るのもそうだけどオムライスも一生懸命作ってますから、はい、あのそれで毎日過ぎていくわけですよねだけど、うん、まあ達成感もそれなりにあって、はい、若い頃はもっとこうなんか大きな夢がこう。こう ビルを建てる例えばね <laughs> ライブビルを建てるとか <laughs> はいろ、はいな,んかんなあったんだけども何、はい、か世界をどうとかやっぱり大使を抱くじゃないですか日本をどうする世界をどうする、うんうん、でもだん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 やっぱりこう目の前身の回りの誰か例えば親戚親兄弟うんうん、家族ここを幸せにできないことねまず、うん、でも原点ですよね、うん、目の前の人をみんなが笑顔にしようと思ったら絶対みんな幸せになりますよねそうですそうです だからそれぞれの人がみんなを幸せにしようということを考えれば、うんはい、それが全部繋が,がっていくはずなんですけどねどっかでそれしない人がいいんですよね,すよねだから一 <laughs>、うん、人の百歩よりも100人の一歩ですよね本当そうですまさにそうなんですよ,ですよね。と、はい、みんなそれさえしてくれれば自分の手をつなげるこの人たちを幸せにしようと思うだけで、うん、世界中が幸せになるはずなんですけど ですよねどっかでこれを裏切ってる人ですよねうわいいお話だこれはいやだからそれは思いますよだからもう本当それだけで今も毎日こう生きている、うん、でやっぱりあの身近な仲間とかが例えば高し亡くなってしまうこととか、うん、最近あって、ええ、突然来るんですけどそういう日はなんかそうですよね、うん、だけど何てつうかな本人も全然そのつもりないしうん、うん 普通に頑張ってよし明日も頑張ろうって言ってそのままね明日が来なかったりしてるわけですけどそんなもんなんでなんかそういう無常さっていうのもすごく教えてもらってだから死ぬまで死ぬまで生きろみたいな死ぬなよと簡単に死ぬなよとそんぐらい死ぬまで一生懸命生きろよっていうなんか感じですかねなんかいいな そうですね自分の命の使い方ってそうかもしれませんよね、うん、なんかそれはすごく思いますそれと大河ドラマとかと <laughs> こう見て <laughs> こうしてしてるとうわーって思うわけですよこ <laughs> この頃これ変わってねえなな人間みたいな <laughs> そうですよ、ね、だから当ねうね、ん、偉くなった人がなんか幸欲になってなんかね、うんうん、人の命何とも思わないような世界があるわけじゃないですか、うん、変わってないんだなと思って。 な、うん、なんかもうバカみたいいになりますねねそそここがが、ね、ういうところが、うん、じゃあもうやっぱり見てる人たち目の前の人たちを、うんね、そこを幸せにして行きましょうと、うん、それで前向きに、ね、<laughs> ポジティブにあとはもう思いますねあのお金持ちより仲間持ちだなっていうそうそれはもうそうですもう絶対そうです、ね、はい。 仲間がたくさんいた方が楽しいですね。そうなんです。だってお金って使うもんじゃないですか。<laughs> そうそうそう,そう <laughs> 使うものをどんだけも今回集めたってしょうがないですよね。<laughs> ね<え>、うん、それ使ったらなくなるもんですから。だから本当にこの仲間っていうのが投資を取れば取るほど大事だなっていう,う。大事ですよ。それだけで救われますよ本当に。ね<え>ああということでウィッキーズハウスですからもうたくさんのファミリーがいますんで。はいはい。よろしくお願いします。ね これからもぜひ、たくさんの人笑顔にしてもらいたいと思います。頑張りますよ。はい。じゃあ、なんか、メッセージがあれば。お願いいたします。ウィキーズハウス。あ、最後メッセージ入って。あの、そうですね。毎年ライフワークにしている、あの、クリスマスの。あの、ライブが、また、今年もありまして。で、まあ。これ。 YouTube だからずっと見ていただけたりすることもあると思うんですけど、まあ、今年は12月25日に、うん、ウィッキーオールスターズでお店でライブをやりますんで、えー、ぜひよろしくお願いしますで。毎年多分このクリスマスの日が、あのー、みんなミュージシャン暇みたいなんで、えー、このクリスマスの日にみんな集まると思うんで、えー、これからもですね、ウィッキーズハウス、ウィッキーオールスターズそして、えーね、いろんな音楽している仲もよろしくお願いします。はい、はい。じゃあ最後にお店の場所ちょっといいですかね。お店の場所は、はい。 ピラモールアーケードっていうアーケードがありましてお月夜交番からこう、ね、入っていくところですあれの南国タクシーが角にあるんですけど反対側の角がお月夜交番こっち側の角が南国タクシー、うん、南国タクシー側から入ると右側を見ながらちょっと歩くとそこにギターの看板がこうありますんで、えー、前鹿児島銀行があった天神馬場支店があったところの隣のビルの地下になりますはい、はい 営業時間は何時時からなりますか営業時間はですねお昼ランチをやってましてこれが11時半から、えー、3時のオーダーストップで3時半まで、はいはい、で夜が6時から夕方6時から夜中の平日は12時まで、はい、金土祝日前は2時まででやっております。わかりました、はい、皆さんもぜひ と今日は何か感動のお話がいっぱいでした。<laughs> いやいやいやもうありがとうございます。すいませんこんな感じというわけで <laughs> ウィキーズハウスのとしさんでした。ありがとうございました。